皆さん、こんにちは。思い通りに生きられてますか心に移りゆく、よしな仕事をそこはかとなく語ります。渋谷天満のサウンドエッセイです。今日はですね、お酒の飲めない人について語りたいと思います。<laughs> 実はですねうん、僕はお酒が全然飲めませんでした。若い頃。 もう50も過ぎてますんで若い頃って本当にずっと前なんですけれどもうーんお酒が飲めるようにな飲めるっていうか、えー、法律的に飲めるの二十歳を過ぎてからですよね、えー、でまあ最初に手を出したのがビールとかまあ簡単なもので美味しいと思わなかったですね全然。 全然美味しく感じなかったし、一杯飲んで、一杯 <coughs> 飲んで、もう顔が真っ赤になって、心臓もバクバク言って、でもうちょっとあの気分が悪くなったというか、酔っ払うし、うん、吐いたこともありますね。 あの飲み会なんかでやっぱり自分の狩猟がわからないじゃないですかでお酒が飲めない人で飲んでしまう人っていらっしゃると思うんですよ僕がそうでした自分が飲めないっていうこともわからなかったし、まあ、飲んでもうんすぐ酔っ払っちゃうからすごく弱いっていうんですかねもう極端に弱い人っていうんでしょうかで 飲みたくない人は飲まなければいいんですどこに行っても飲まない一生飲まない <laughs> それで済むと思います、えー、僕が若い時はまだあの俺の酒が飲めねえのか的な体育会系的なノリがあ,ありましたけど僕はあんまりそういう付き合いしなかったし えー、中国での生活が長かったので中国は多いですね本当にそういうのは宴跡がもう半端なく多いのでで韓国も多いようですねそういう体育会系の飲み方が韓国はさらに爆弾なんつっていろんな種類のお酒を混ぜて、まあ、学生さんたちが特にそうなのかもしれないですけどそれで一気飲みをさせたりだとか まあすごいまあのりですよねそういうがてんなのみ方というかで飲めない人はやっぱり一滴も飲まないことがあの大事ですなぜならちょっと飲むとあこいつちょっとは飲めるんじゃんって思われてしまうのでこれは特に女性にお勧めしたいんですけどちょっとでも飲めるからって、えー、あまり知らない人の席というか。 あまりリラックスできないハメ、えー、を外せない、えー、ところで、えー、は絶対飲まない方がいいです最初から一滴も男性でもあやっぱり気分が悪くなるような人は飲まない方がいいと思いますそして僕のようにできればちょっとは飲みたいんだけどという人はやっぱりいろんなお酒を試してみて えー、入門編というか飲みやすすい自分のの体に合っったものってあるはずなんですよ例えばお酒が飲めないという女性でも梅酒はちょっと飲めたりするあれ割れますしね僕は焼酎はダメだったですけどね今は大丈夫ですけど、まあ、焼酎も割れるじゃないですか割れるのはまあ少し薄めにしてあるいはかなり薄めにして 酔い人ってどんなに薄くっても酔いますからねはい。まあ、そんな風に飲めるようになりたい人は飲めるようになります訓練すればこれ最近あの友人とちょっとそういう飲みの席があってそういう話題をしたことがあるんですけどその人もすごく弱かったでも周りがあまりにも主謀だった <laughs> それでとってもやっぱり訓練したですから一気にやっても絶対無理だと思います体が受け付けませんところが人間の体というのはやはり慣れるようで鍛えればまあお酒を鍛えるというのも変な言い方なんですが、えー、負担のないところから慣れるように訓練すれば慣れると思いますあとは年齢も 大きく左右すすると思います年,が年を取るに従ってこれ僕の場合なんですけど信じられないことに20代はもうそんな感じでほとんど飲めず美味しいと思わなかった30代でビールがちょっとだけ美味しくなった40代を過ぎたらビールがとっても美味しく感じれたでも他のお酒は全然飲めない。 で40も後半になってきたら今度は他のお酒がちょっと飲めるようになってきましたで50を過ぎたら信じられないことに急にまあちょっとあのー、自宅にいる時間が長くなったりだとかそういう時期もありましたので、まあ、ちょっとたしなむようになったらウイスキーとか、うん 苦手な、今まで苦手なお酒が美味しく感じるようになったんですね。五十を過ぎて、こんなに、人間の体って変わるんだと。思ったですね。本当に不思議なもんですね。でも、ちょっと恐ろしいのは、これからアル中の方に行ってしまう。まあ、どんどん好きになってしまう。まあ、そこまではいかないとは思うんですが。 いずれにせよ体はそれぐらい受け付けられるようになりますのでなると思いますのでもちろん個人差はあると思いますがですから飲めるようになりたい方は焦らずじっくり飲めるところから少しずつ試してみてくださいちょっと楽しめ飲める分にはお酒は楽しいものだと思いますんでね飲めない方は別に飲む必要はないです飲みたくない方は。 というわけで今日はお酒の話でしたそれでは皆さんの夢が全部叶いますように